はい。一つ目の質問はこちら、えー。英語を身につけたいが、いつも挫折してしまうという質問をいただいております。はい。 アサギさん、チャンスライブ、いつも楽しみにしています、えー。私は学生の頃から海外に興味があり、今まで50回ぐらいち英語や中国語を勉強しようとチャレンジしてきたのですが、いつも途中で挫折したり、興味がなくなってきたりで、一度も続けられたことがなく、未だに日本語しか話せません。英語や中国語を話せるようになったらきっと楽しいだろうなとは思うのですが、楽しく語学を身につける方法があれば、ぜひ教えていただきたいですという質問をいただいております。はい。うん 意識高い系の相談。<laughs> まあね、あの、これはでも全く一言じゃなくて、私もね、ずっと英語をね、勉強し続けているわけなんですけど、ただこの質問でね、あの、挫折を繰り返しながら、英語を続けているわけなんだけども、本当にね、つい最近もね、あの、挫折して、あの、しばらくやってなくて、で、また先週ぐらいに、いや、やっぱりやらなきゃいけないと思って <laughs>、もう一回、あの、違う方法を試してみたいなことをね、もうずっと私も続けてるんです。すんごいよくわかるんだけど、 だから最初にね、この質問を見て思ったのが、あの、一度も続けられたことがなく、だから今日、いつも途中で挫折したり、興味がなくなってきたりで、一度も続けられたことがなくっていうのはね、もうすごいわかるの。でもね、この、未だに日本語しか話せませんっていうのは絶対に嘘だと思う、私は。うん。そう。 そう、本当にターキーが書いてくれてるように、片言知ってるだけで日本語できるってどうやってるよね。日本人謙虚っていうのはまさにその通りで、あの、日本人は英語が喋れないと、うん、みんな言いますよね。 で、みんな多分自分のことを喋れないと思っている人が多いと思う。でも、うん、私たちってすごく義務教育とかでもね、あの、いっぱい英語を学んできてるから、全員喋れるのよ、基本的に。ただ、この、どやり度が低い。<laughs> 謙虚度が高すぎて、喋れないっていうことになっていると、うん。いうのがめちゃめちゃあると思っていて、うん。 ね、私本にも書いたけど、私韓国語なんて多分10単語ぐらいしか知らないけど、自分の中では韓国語ちょっと喋れるっていうことになってるわけよ。で、だからね、あの、基本的に日本人であれば、で、義務教育受けてればみんな日本語は喋れるのよ。うん。 そう、ハロー、グンモニーに喋れたら、まあ、ペラペラではないけど、喋れるわけ。うん。ペラペラと喋れるの間には大きな差があるんだけど、大体いいね、あの、基本的に多くの日本人っていう人は、ペラペラ人から、ペラペラですねって言われるレベルにならないと、喋れるっていうことにならないわけ。うん。で、それは本当にね、あの、超間違い。超間違いで、うん。例えばね、あの、 じゃあ、浅木さん、浅木さんってサッカーできますかって聞かれるとするじゃん。うん。で、私は当然ね、いや、サッカーできませんって答えるわけよ。うん。なんだけど、え、じゃあ、サギさんって、あの、ボール、ボールがここにあったら、蹴ることはできますかって <laughs> 聞かれたら、まあ蹴、蹴ることはできますって答えるわけね。で、じゃあ、サッカーのルール知ってますかと。うん。つまりね、サッカーってうどういうスポーツか知ってますかサッカーというのは、ボールを蹴って、相手チームのゴールに入れたら勝ち。 うん、ゴールキーパーに止められて点が入んなかったら、あの点あ、ゴールキーパー止められたら点は入らないとかね。っていうルールは知ってるじゃん。つまり、私サッカーできるわけよ。<laughs> そうでしょ。うん、<laughs> できるかできないかって言ったらできるわけよ、うん。なのに、あの、できないってつい答えちゃうわけよ。で、それは、サッカーができるっていうのは、なんか、 中学校、高校とかで部活でサッカーをやってたりとか、なんかね、それなりに点、点を入れれるプレイヤーかどうか、みたいなことを基準にしちゃってるからできないって答えるんだけど、できるわけよ。うん。そう。だからね、あの、できるっていうふう、まずは自分のことをできる認定をして、で、どんどん話していったらいいと思うわけ。そう。空母のことをマザースカイで結構する。 そうそう、英語の目標、そうそうそう、最初にね、あの、立てる英語の目標がすごい高くて、そうそう、字幕なしで、あの、見られると、英語がなんか読めるっていうことになる、みたいなさ、そう、うん。 そうそうそう。泳げる。あななんか水泳できますかって聞かれてあの、できませんって言うけど、あの、普通に泳げたらもう泳げるでいいんだよ、みたいなね。うん。そうそう。何をもってできるできないとするのかっていうのがすごく大事で、だから、あの、基本的にはできる、できると。うん。 できるっていうことにしてください、まずね。うん。で、あともう一つあるのは、いつも途中で挫折したり、興味がなくなってきたり、一度も続けられたことがなく、まあ、このね、継続っていうのはすごく、まあ、一番難しいことといっても過言じゃなく、でも本当にね、あの、何事も,も継続さえすれば全部できるようになるし、継続しなければできるようになるんだけど、でもね、あの、なんか、この相談者さんはね、そうそう、できるマインドでまず行ったらいい。うん、できる基準が、 鬼高い。うん。だから、まずはできるっていう基準を、まあ、下げるっていうのは一個も大事で。で、あとは、あの、ちょっと続けて、まあ、でも挫折してっていうのがあるじゃん。でも、その挫折の時に、それまでゼロでだったのが、例えば、1、1、1学んだと。うん。じゃあ、新しい単語を10個覚えた。うん。 で、その時点挫折しちゃったというか、もう飽きちゃって、その勉強法を続けられなくなったとしても、あの、10個覚えたじゃないですか。つまり上達してるわけ、毎回。少しずつね。少しずつ少しずつ上達してて。で、これを、あの、ちょっとやる時期とやんない時期とかがありながらも、この、成長っていうのはこう、やっぱ常に螺旋階段でね、何も進んでないと。 自分は上から見たら同じところをぐるぐる回ってだけ何も進んでないと思っても横から見たら上に上がっていると。うん、このマインドを持つことがすごく大事だと思うのね。うん、やった分はできるようになるから。うん、そう、うん。できるということにする、うん。そう。で、恋人を作るのが上達が早いっていうのは本当によく言われることで、あの、 結局ね、なんかじゃあ挫折しないで、とか興味をなくさないで、英語を続けられる方法って何かっていうと、もう必然性なわけよ。あの、使わざるを得ない。あのやらざ、ああのやらざるを得ない状況に自分の身を置くこと。うん、そうするともう挫折とかしてる場合じゃないというか、しようがないよね。うん、うん。 しようがないわけですよ。だから、その状況に自分の身を置くっていうのが、本当に上達が早い。うん。私も今まで、まあ、留学をしたりとか、外資系の企業に勤めたりとか、っていう時期に,に、やっぱり英語が一番伸びたなと。うん。で、それ以外の時期も勉強はしてるんだけど、やっぱ本当に伸びる時期だし、挫折しないで続けられる時期って言ったら、やっぱ本当に使わざるを得ない時期でしかないわけよ。そう。うん。 そう、必要性がないことはね、やっぱりできないから、本当に。うん、必要性がないことはね。そう、螺旋階段好き螺旋 <laughs> 階段説好き、嬉しい。うん。えこれね、全然話せるようにならないと思ってたとしても、一年前より話せるようになってるはずだからさ、やっぱり。うん。そう。ええかなった時、イケメンの先生の時、めっちゃ上達した。そう、関西人と結婚した、関西弁上達したみたいな。うん。そんな感じでね。うん。で、 だからやっぱりね、あの、本当に、じゃあもし喋りたいと、喋るようにやっぱりなりたいですって言うんであれば、私は本当に彼氏を作る、外国語でしか喋れない彼氏を作る、恋人を作る、友達を作るとか、あとは、あの、そういう職場で働くっていうのはすごいおすすめで、いや、やっぱりね、あの、結構、英語を使わざるを得ない職場で働くのってすごくいいよね。だって、あの、よく言われるんだけど、英語を習得するのにかかる時間って、 あの、何時間とか言うことがよくあって、まあこれ何でもそう、もうピアノ弾けるようになるとかも、あの何でも結局は何時間やったかが全てだったりするわけよ。で、特に言語って結構そうだなと私は本当に思っていて、で、留学とか、そうそう、留学もね、本当にいいよね。留学は何ですごいかって言ったら、やっぱりね、圧倒的にその英語を勉強する時間稼げることだと思うわけ。で、あの仕事をする、その恋人を作るとかも、 結局は、だから時間を稼ぐっていうのが全てだって、その時間を無理なく稼ぐっていうのができるのが、やっぱりそういうことだと思うわけよ。うん。で、うん。で、ちなみにね、その、という、こんな質問いただいたのは、私ちょっと、さっきちょっと調べたんだけど、あの、やっぱり英語が喋れる喋れないっていうのはレベルがあるわけよ。いろいろね。あの、 日常会話をできるとか、もうちょっと複雑な会話ができるとかね、そんなレベルでどのレベルを目指してるのかにもよりますが、レベルごとに、あの、必要な時間数っていうのが、ちゃんとデータとして出てるわけ。うん で、だからこの時間を稼ぐ。ま、あそれちょっと調べたら出てくるんで、英語習得時間の調べたら出てくるんで、この時間をいかに稼ぐかっていうことを考えた方が良くて、でも本当に外資系企業で勤めるのとか、マジおすすめだってさ、あの、普通に給料もらって仕事しながら英語の勉強できるじゃん。<laughs> だからそういうのはすごいいいと思うね、本当に。うん、そう、うん。 だからなんか英会話とかなんかに通うとか独学で勉強するとかよりもやっぱりそのそうせざるを得ない環境に身を置いた方が、うん。そうね、うん。おへえ、ロモちゃんも留学したことあったんだ。<laughs> そう、外国人のデートしたらね、少なくともそのデートして3時間は英語勉強したことになるわけだからね、うん。そう。 し <laughs> てったけど、ね、そんな時代はあったんだよみんなね。すごいね。で、ちなみに私も、あの、実はね、先々月ぐらいにこっちに来て、やっぱりもう一度英語を勉強し直したいと。うん。固い決意をもとに、あの、 プログリットっていう、あの、新進気鋭のサービスに申し込んで、2週間ぐらい真面目にやってたんだけど、ちょっとやっぱりね、その時間を、あの、自ら確保でするっていうことがどうしてもできなくて、必然、必然的な時間の確保の仕方がどうしてもできず、あの、速攻断念し、しかも1ヶ月以内だったから全額返金してもらう <laughs> まあ、と、とはいえちょっと勉強できてよかったなラッキーと思った。で、で、それでまた挫折したから、もうしばらく英語の勉強は1ヶ月、2ヶ月、 月ぐらい休んでたんですけどやっぱり喋りたいと思ってあの来週から来週ぐらいにねあのこちらの語学学校に通い始めようかなということを思ってで問い合わせのメールをして今見学日を調整したりとかいうことを実はしております。<laughs> はい、<laughs> っていう感じだね、うん、船に乗ろうと、うん、ピースボートで、うん、そう周りの人が英語をしゃべるって環境にいるのがねすごくいいよね本うん、はい そう日本の企業なのに海外事業部でこういうのすごいいいと思うんだよね。だってお給料もらいながら勉強できるなんて最高じゃん。うん、そう。<laughs> アメリカ人といたしたら行くしないって、神。そう、行くはゴーじゃなくてカム。あの <laughs> いや、ゴーもあるんだけど、ゴーもあるけどカムもあるんだよね。こういう微妙なのってさ、習わないからね。行くってその,その行くだけじゃないよ。あの <laughs> こういう行くも、カミング、アイムカミングとか言ったりするからね。まあまあまあ、まあど、どうでもいいんだけど。そう、私はね、懲りない。私はもう絶対に、あの、超ペラペラになるまで、マジ、あの試行錯誤、私は続けますから、マジで。はい。うん。ガチるから、私は。うん。はい。じゃあ、次の質問いきたいと思います。